越公園行ってみましょう。いいとこだね。すごいじゃん。肉眼では見えてんだけどさ、うん、昨日登ったとこね、うんうん、すごいね、すごいね、めちゃくちゃ高い、高いね、ゼロだもんね、ゼロから3000だもんね、そびえてるね、ゼロ3000でこの距離で見えるのなんかないもんな、うん、富士山も結構離れてるからね。なんだろうこれ、ボラっぽくないんだよな、味っぽいんだよな、キスっぽいか、なんだねえ、ボラじゃないよね、やっぱり遊び場だね、ここで遊んでいいんだ、超いいじゃんここ、むちゃくちゃ安全じゃんねえ。冷たい？あ、そうなんだ。へえ。そうか、海はまだ暖かいのか。こんだけ山が見えてたらさ、多分あの一番高いのが小山でしょ、うん、で剣はちょっとなんか雲に隠れたっぽいけど、ちょうどで、あんだけ見えてたら向こうからも海見えるだろうね今日も、うん、いいね、うん、そこにさ氷見漁港があってさ、うん、レストランとかがあったり、うんうん、なんかいろいろあるから行ってみようか、行ってみようか、もうすぐだよ、すぐそこでしょ、3分釣りもできるなあ、うん、山が曇ってきたね、山の下に雲が出てきた、うん、あんな感じだったよね、そうだね、昨日も、うん、ああ。あ、なんか食堂って書いてある、そうだよね、6時半から15時まで、 300m 先左折、これか、これか、右側の、あ、そんなまだ混んでないじゃん、駐車場は、よし、行ってみよう、引っ越しもりともに山々もに、スケート多いね、これがチョコシ森、ヤワヤワ森、ハンサ森、すごいね、これすごいじゃん、どれにする、ちょっこし盛りでいいの、ちょっこし盛りでいいか、うん、そう普通でいいよね、うん、とつけ丼、やばいぞ、食べきれないくらい来たと思った漁師汁だって美味しそう、ね、つみれとなんか魚が入ってるのかな、あら、ムジナとすごい、シイラとサワラが炙ってるやつで、シイラもすごいじゃん、あと甘エビ、シイラのお刺身なんてすごいじゃん、
ちょうどいい量だね。ね。いただきまーす。じゃあこれから。うまっ。うん。美味しい。お刺身すごい美味しい。新鮮そうだもん。来たよこれも。じゃあ吸ってみようか。あ、ネギもいっぱい入って美味しそう。何が入ってるかな。とスミレ。やばいだろうこれ。いただきます。うわすごいすごい魚の出汁が出る。うまー。このスミレめちゃくちゃうまい。いただきます。これでいくよ。うまい。超うまい。うまい。めちゃくちゃうまい。おいしいな。うん。味変です。最後はお茶漬け。絶対うまいよこれ。あ、うまっ。ごまの香りがすごい。うん。あ、美味しかった。最高でした。さあ、それでは出発です、うん、ちょっと思いのほか天気がいいからさ、うん、千里浜なぎさドライブウェイだっけ、うんうん、久々に行ってみよう。行ってみようか。10年ぶりぐらい。そうだね。なあ、関西の頃はね近かったからさ、うん、割と行ったよねあっちからは。そうだ ね。行ってみましょう。いつもこの車だよね行くのね。そうだな、うん、あの道の駅でさ下も洗えるしね、うん、確かに。洗車があるじゃん、うんうん、行ってみよう。ここからね近いよ。40分、27キロ。はい。はい。氷見の町だね。そうだね。結構いい感じ。綺麗。うん。見て、瓦が全部黒いんだけど。本当だ。ちょっと違うね、雰囲気が。ちょっと違うね、やっぱり。石川県に入りました。入りました。巫女原市だって。巫女原町か。何行こうかな。のどかな感じ。農産物直売所。へえ。のどかだね。ねえ、いい感じだね。海も近いんだもんなこれね。そうそうそう。それがいいよね。うん。海の近い里山っていいよね。うん。伊豆のさ西伊豆とかもそうだけど。いいね。うん。お、あと2キロです。出てるね。出てる。あ、ここが真ん中かな。市役所これ。下ドライブウェイまっすぐで左の方に道の駅か。そうだね。最後道の駅行って、うん、車の下洗って、うん、入ったらいいか。そうだね。変なとこから入るんだよな。ここか。ここだって。だよね、うん、そうそう覚えてるよ。よく来たもんな。あ、すごいいっぱいあるオブジェが。本当だ。鳥取砂丘。久々こんな。前食べたよねこのさ海沿いのハマグリとか。ハマグリ食べたな。こんな爽快な道あるっていうくらい爽快だね。本当にいいね。最高だね。お、いいねいいね。ここは何60キロ出していいのかな。分かんないね。何キロ出していいんだろう ね。分かんないな。みんな次々とやってきたよほら。本当。あ、本当だ本当だ。
ずいぶん、うん、そっちの方まで、うん、いや最高。行くかいいじゃん、うん、すごいねこの水辺よ、やばくない？すごい ね海だもんね。なあ、よし、じゃあちょっともうちょっと走ってってみる。うん、すごいね。どこが道路なんだろうねこれね。え、よくわかんないね。いやー気持ちいいね。あ、釣りしてるじゃん。ねえ、釣りしてるよ。釣りできるんだ。なんだろうね。キスかな、ヒラメかな。ヒラメかな。なんかいるんじゃないこれ。鳥がいっぱい。なんか食べてるよ。サメか。サメだな。サメだ。おー、サメだ、サメ。すごい。サメがいる。なあ。じゃあコーヒーでも飲みましょう。はい、ここでいいか。うん、はい、ここでいいよ。はい、はい、到着。コーヒーブレイクです。いいね。どんくらい？こんくらい？コーヒーブレイクは横向きじゃなくて。横ってどういうこと？ここじゃん。あ、そうする、うん、横向きどう？こうでいい？うん、はい、いいじゃん。すごいね。はい、どうぞ。いいよ、お先。いただきます。うん、やばいね、これは。超贅沢。なあ、こんなところ爽やかだね。うん、めちゃくちゃ気持ちいい。気持ちいいね。秋っていうのがいいよね、きっと。ジメジメしなくてね。うん、爽やかで最高じゃない？バスも走るらしい。すげえ。すごかったね、ここのコーヒー飲み場。コーヒーブレイク。最高のコーヒーブレイクを、うん、ではちょっと道の駅に行って、うん、洗車一応ね、うん、道の駅のとチリママ、はい、はい、ここです。洗車場ある？あ、すごい、RV パークもあるんだね。すごいじゃん。ここかな。あったね、洗車場、うん、よし、まずは並んでるかと思ったら全然いないじゃん、人いなかったね。なあ、タイヤシャワーっていうらしい。え？タイヤシャワー。ほんとだ。え、RV パーク、あ、電源ありだ。大型車専用。え？違う違う、駐車場がでしょ。駐車場が、うん、スタートするんだ、うん、用意スタート。綺麗になったでしょ、うん、素晴らしいよこれ。すごいよ ね砂でね、上手だね。やばい、こっちは崩れてきちゃった。なんかある？
ごいね、お塩とかお醤油とか、うん、これすごいじゃん。なにこれ、ここの山町なあ。へえ、魚醤だね、多分汁って。そうだよね、大根足の湯すごい、温泉。あ、めちゃくちゃいいじゃんこれ、ぬるぬる、すげえぬるぬるだこれ。ぬるぬる、ぬるぬるなんだよ。本当だね、すごいね、すごくない、いい温泉だね。なあ、では行きます。はい、下も綺麗になったし、なったね、足湯もしたし、うん、ランドリーとか行ってたら夜になっちゃいました、うん、夜になっちゃったねではこれから和倉温泉か、うん、和倉温泉って言ったら加賀屋のあるとこじゃん。そうそうそう、ね、に日帰り温泉すごいのがあるから、そう言っていう、うん、前は見たことあるんだけど入ったことないから。見たことないね、うん、ちょっと行って入りましょう、うん、はい。今日の夜は餃子、すごいよね、うん、皮からだって、うん、小籠包なんかも定食はね、今日はインドン餃子の台の10個1110円と小籠包の台1480円とワンタン小、ワンタン小210円、うん、久しぶりに、ずっと海鮮だから。台湾ラーメンいいね、やばいよ。わ、酢と胡椒すごい。うん、あ、すごいね。なんかいつも食べるのと違う。具が多い。ねえ。本当だね。いただきます。全部自家製だって。あー、美味しい。やばいね。海苔がいい感じだ。海苔が入ってるワンタンスープ。ねえ。七尾だ。海の町だな。うん。生姜がすごい効いてる。ああ、いいね。めちゃくちゃ美味しい。もちもちだ。いいね。うん。210円で。やばいね。めちゃくちゃうまそう。リンロン。お酢と、あれ、胡椒。うん。これ小籠包。小籠包ないね。早く食べないと。ね、いただきます。はい。お醤油。まずスープを出すっていう。早速。うん。ケロサルか。やばい。うまい。めちゃくちゃ美味しい。こっちも生姜がよく効いてる。ちょっとだけ。うんうん。いただきます。あ、生地が美味しいからな、ここもちもちで。うん。うん。見して見して中。こんな感じ。うわ、すごいな。こっちも生姜がよく入ってる。やばい、うん、すごいね、うん、これはこれでお酢と胡椒でいただきます。うわ、おいしそう。うまっ。おいしい。本当になんかね、肉まんみたい。ちょっとニンニクをのっけてもいいかも。ニンニクついてるのはそっちだよ。これね。うん。うん。
見えてきたね、枕温泉が、ね、なんかの旅館だよね。そうだね、一番奥のどん詰まりがさ、加賀屋だったよね。そうだったね、確か。そうそう、あと 400m で作って、あれ本当加賀屋が見えたよ、ほら、あれじゃない、あの大きいのでしょ。そうだそうだ、やっぱりあれだね。ああ、大きいのね、そびえてるじゃん。そびえてます。そういうはどれだ。で、120m で、ね、あの車と一緒、斜め右の方に行って、ね、はい、あと 200m、 はい、これそういうのさ、駐車場、駐車場でしょ。午後9時まで OK、着きました。え、こっちから入れんだ。へえ。ああ、気持ちよかった。めちゃくちゃ良かったね、温泉。めちゃくちゃ気持ちよかった。ああ、最高だったね。ものすごい綺麗だったね。すごい綺麗だったし、びっくりしちゃった。結構遅めに行ったから、もう貸し切りだった、ほぼ。うんうんうん、うん、結構しょっぱい系で、そうすごかった。で、すごい綺麗でさ、立ち風呂、立ち湯とかさ、うん、露天も広かったし、うん、で、すんごい作りが豪華で、そうで、490円でしょ。やばいね。やばいよね。すごい、もう天井もすごい高くて、うん、高くて、で、ああいうとこって普通さ、男女が上でつながってるじゃん、うん、つながってないの、あんな大きいのに。確かに確かに、すごかったよ。すごかった。これはいいね。豪華豪華なあ。正面には加賀屋です。本当だ。あ、部屋全部ついてないから空いてるんじゃないの今日かな、分かんないね。今から泊まれるんじゃないの一人どんくらい、 4,5 万かなぐらいであんのかな。やっぱそんくらいするよね、多分ね、うん、行きましょうか。はい、加賀屋の前でも撮っていこうか。うん、素敵だね、綺麗だね。素敵。わー、すごいね、うん、あの窓の向こう、もう海だったね。ねえ、あ、海だしね。ねえ。では和倉温泉を後にして、うん、能登島の方に向かうね。はい、うん、で、今日は終わりです。はい、能登島大橋、どんな橋だったっけ。暗いから何も見えないね本当だな、うん、もったいないな。あ、でも漁船がイカ釣りかな。イカでしょ、多分。あら、短いもんだね。うん、もうこれで能登島なのかな。だよね、多分。能登島に着きましたって。あとね、100
90m で道の駅だね。あ、これだ。今日はもう夜遅いのでここまでです。今はここ能登島道の駅とガラス美術館何かあるかな。のとみるかいいね。結構広々。すごい、もう真横が海だ。すごいね、白波立ってるもん。白波がすごいでっか。すごいよ。いや、釣れるかもな、これ。やってみ。大倉海岸のさ、うん、台風の後こんなんでさ、めちゃくちゃ釣れるもんな、そういえば、うん、青物がね。青物がね、うん、俺は釣れてないんだよ。釣れてるっていうのを聞くだけで。おは、かぶってるじゃん。すごい。おお、やべやべ。すごいね、今日は風がすごいね。台風だね、もう。ねえ、やばくない？大荒れですなあ。ちょっとこれじゃ観光もできないので、近くの RV パークで今日はゆっくりしましょう、うん、すごいすごいね、すごいね。なんか風が強いからさ、なあ、みんな落ちちゃって草刈りの跡みたいになってる。ねえ、なんか今なら栗拾い放題だよ。道路に落ちまくってるもん。本当だね。なんかお家の雰囲気が全然違うね。違う、うん、やっぱりすごいいいよ。この黒の瓦の屋根、ね、なんだ、土の色が黒とは聞かない。あ、鉄が入ってると黒くなるのかな、ちょっとわかんないな。山口県の方赤いじゃん、うん、ね、超いいじゃん。いいね。いいとこだね。ねえ。いやー、気持ちいいところ、すごいね。最高です。